Mega Dimension Neptunia V2! その渦に飲み込まれてしまったのは、いや、飲み込まれたんじゃない。俺自身が妄想の渦へとこの身を投げ出したんだ。でも妄想の渦は俺が思う以上に激しく、そして深く俺を飲み込んでいった。どうすれば俺はこの終わりのない妄想の渦から逃れることができるのだろうか。誰か俺に教えてくれ。誰でもいい、俺を救ってくれ。ゼロ次元ゲームネプテューヌ Z。ゲーム業界、そこは4人の守護女神が国を守護する、現実とは異なる次元に広が女神パープルハートの守護する国、プラネテューヌ。女神ブラックハートの守護する国、ラステーション。女神ホワイトハートの守護する国、ルイ。女神グリーンハートの守護する国、リーンボックス。かつては犯罪シーンや太古の国タリの女神といった脅威にさらされたもの。4人の女神たちによる世界の平和は長く保つ。しかし守護女神の転換期を迎えることに、だろう。真っ白なボディに渦巻きマーク。この辺りには誰もいないみたいだし、まだじゃ。ネプギア、見て見て、ゲーム機拾っちゃった。おかえりお姉ちゃん。この子はネプギア。見た目はこんなんだけど、私の妹でこの国プラネテューヌの女神候補生なの。ネプテューヌさん、今までどこを遊び歩いていたんで。イーズ、この小さい妖精みたいなのはイーズンことヒストワール。プラネテューヌの初代女神様がこの国の歴史を記録するために作った人工生命体で、黙っていれば可愛いんだけど、口を開けば仕事仕事仕事って、まさにし。いいですかネプテューヌさん、何度も言いますが、ゲーム業界は
て、なんだっけ。あれだけ説明してたのに、守護女神の転換期とはそのままの意味で、人々が今まで守護していた女神ではなく、その背景からこの時期は決まって女神様に対するネガティブな噂やデマなどが出回りやすいんです。現に他の国の女神様たちは専門の対策チームを作って動いて、私は大丈夫だって、なんて言ったって。それにまともに対策チーム作ってるのってノアルぐらいじゃないかな。ベールはネトゲのイベントブル、どうして女神様たちは揃いも揃って危機感が足りないのでしょうか。ちょっと、私までネプテューヌと一緒にし、あ、ちなみにこの子はノアール、お隣の国ラステーションの守護女神で、友達がいないぼっちなんだ。だからぼっちじゃないって言ってるでしょ。そういうわけだから、ネプギア、このゲーム機に直せるかな。直せるかどうかは見てみないとわからないか、仕方ありません。今回は私が何とかするしかある。誰でもいい。あれ、本当だ。でも一体、多分このゲーム機からじゃないかな。あちょっ、何これ。そんなに、なんだ、夢か。だから夢じゃ、いやいやいや、ありえない。わからない。まあここがどこか知らないけど、街が崩壊してたり、空はなんかひび割れしちゃってるけど、ゲームではよくあることでも、まあ細かいことは置いといて、どこかに人がいるかもしれないし、ちょっとの方が、こんなところでくよくよしてるよりも、うん、そうだね。よし。魚類の誇りにかけて、彼女たちは守っている。おかしいなあ。はーい。お姉ちゃん、やっぱり道路やビルに走ってる亀裂、ただの亀裂じゃ。本当だ、緑色で綺麗だね。空にも同じ亀裂が入っているし、まる、それにこの建物の感じとか、なんとなくプラネティウヌの街と、プラネティウヌに世紀末、でも
ここには見覚えのあるものが。そうだね、町の中だったら私の庭だし、道がわからない。まあここで考えててもしょうがないよ。今はこういう時のお姉ちゃんの自信は。自信？そんなの私が主人公だからに決まってるよ。どんな展開になろうとも主人公補正バリバリで切り抜けだといいんだ。なんだびっくりした。どうネプギア、私の主人公補正で地元の違うよお姉ちゃん、どう見てもお話とか。やっと私たち以外の誰かに会ったけど、相手がやる気なら仕方ない。うん、刮目せよプロセッサユニット。そうし、あ、しかし、うわあ危ないな。もうモンスターにそんなこと言っても。なんで女神化できないかわからないけど、まずは目の前の敵を。この勝利をうずめに捧げよう。